はい、皆さんこんにちは、吉田美正です。はい、7月からですね、いよいよですね、ハンターハンターがですね、旅団編に入りますね。はい。今ですね、あれですね、この間やってたのは、カストロとヒソカがね、戦ったところですけども、バンジーガムでですね、カストロのダブルを破ってですね、ヒソカがですね、勝ったんですけども、その後ね、ゴン・キルアのですね、戦いがあって、で、ゴンとヒソカの戦いがあって、その後両団編という形ですね。だから7月の、中旬ぐらいですかね、から。びっくりした。ございますね。はい。両団編でございます。はい、ですね、両団編。ここがまあ、一つの山場というかね、僕の中でもやっぱり結構好きなですね、話のところでございますね。皆さんはいかがでしょうか。ねえ、ワクワクしますけどね。結局、僕の好きなですね、クラピカの活躍が主にあるっていうこともありますし、あとはそうですね、両団、一応ですね、多分、団長のクロルの方がヒソカより強いかなっていう、なんとなくの設定みたいなのがあるじゃないですか。なんとなくの。そういう部分で、ヒソカより強いやつが出てくるかな、みたいなのもありますし、あとはですね、ゾルティック家との戦いですね。クロロとね、キリアのお父さんとおじいちゃんのね、シルバーとゼノとクロロの戦いもありますし、なかなかね、ドキドキするですね、ストーリーでしたね、ここもね。両団ですね。皆さん、どなたが好きでしょうかね。私はですね、雫、ね。それからですね、フェイタも好きですね。ウォーギン死んじゃったけど好きですね。はい。なとこですかね。だから、クロロがですね、年でですね、ね、クラピカのチェーンでですね、年、を、かけられてですね。助念師を探すわけじゃないですかね。で、探さったじゃないですかね。で、その後ね、助念した後、ヒソカとの戦いどうなったかっていうのがですね、全然ね、ジャンプの方で出てこなかったですよね。あそこどうなったんでしょうかね。結構、どうなったんだろうなってこと結構いっぱいありますけどね。なんか、スッとですね、スルーされちゃってる部分がありますけども、どうなってるか、その時の話とかですね、改めてやってくれたら面白いかななんて思うんですけどね。とりあえず、その時のあれ、話っていうのは、セルフでは出てくるんですよね。選挙ですね。会長であるですね、ネテロが死んだ後にですね、選挙やってたじゃないですかね。パリストンなんかと。その時に、イルミのセルフの中で、ね、皆さんわかりますよね。イルミのセルフの中で、ヒソカに対して、君とクロロが鬼ごっこをやっている間に、みたいなセリフがあったじゃないですか。ありましたよね、そういうのね。だからそれが、そのヒソカとの、戦いですよね、クロロとね。なんか、どうなったのかなーなんて気になりますよね。どうなったのかなって。で、その後ヒソカが、次戦うなら十二神だなぁなんて言ってたじゃないですか。だから、どうなったのかな。もちろんね、戦ってヒソカは死んでないわけですね。出てきたから。だからクロロが死んだともちょっと思えないですしね。なかなかその辺っていうのがですね、ちょっとね、知りたいですよね。だから、富樫さんのアシンさんとの方がですね、編集さんと話してですね、富樫さんと話してもいいんですけども、ちょっとそのあたり、富樫さん、忙しかったらですね、とりあえずいいんで、アシスタントの人たちでですね、頑張ってですね、ちょっと話をですね、その時の話、本来の本編の ストーリーをね、進めていくなんてことはしなくていいので、しなくていいというか、そうですね。だから、富樫さんがそれやるんでいいと思うんですよ。でも、その間のですね、その行間を埋める部分ですよね。クロロとヒソカの戦いと、あともっと言うと、カイトとネフェルピト、ピトとのね、戦いも、主に出なかったじゃないですか。あそことかもいい、あそことかでもいいんで、アシスタントの人たちがですね、ちょっと書いていただけたらね、
いいのかな。だから連載止まってる間そういうのって無理なんですかね。やっぱりね、契約上とかね。あ、そういうのはね、ファンとしてはですね、欲しいなっていう部分なんですよね。ちょっと話逸れちゃいましたけども、まあ、ハンターハンターですね、旅団編に入りますよってことですね。こちらのキーホールダー、これ、クラピカね、チェーンついてますよね。これはウボをですね、チェーンで捉えた時のやつだと思うんですけどもね。なかなかね、面白い展開になっていくかなと思います。ちょっと喋りすぎちゃいましたね。ごめんなさいね。はい。ということで、今日話したのはですね、ハンターハンターテレビアニメの方ですね。テレビアニメの方がですね、いよいよ来月7月からですね、旅団編に突入というですね、まあ、いわゆる、まあ、ニュースでございました。ありがとうございます。